ということで皆さんに重大発表がございます。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。頑張りです。はい、お疲れ様です。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 インスタで、はい、ストーンズ、ヒソタンのライブ感想をもらってみたよ。その前に、はい、重大なご報告がございますと、はい、我々ライブの感想をね、撮らせていただいたんですけども、はい、まあ、ちょっとあの諸事情によって、はい、SD が壊れてしまいまして、ネタバレなしの、ね、ライブ感想をね、動画上げようと思ってたんですけど、それがなくなってしまいました。編集をしようとしたら、これ、あら、まっと。そうなんですよね。なぜか読み込まない。事情が再生されない。発生しまして、うん、これはもうやばいなと。1時間近く撮った動画が全てパーになった。なしになって、もうあの新鮮なリアクション僕らできないっていう。ですね、ツアー終わりにネタバレあり の、 あの感想を作ってくださいっていうのがありましたんで、そこでまたちょっと改めて福岡ペイペイドームのストーンズが話した内容とかね、なんかこういうことやったよみたいなところをちょっとまたお話できればと思いまして、今回すいませんでした。これをピンいたします。1時間も撮ったもんな。返せ1時間俺も4時間復旧したよ。返せ4時間。はい、今日はちゃんとあのこれ上がってるということでございます。大丈夫ですね。はい、はい、ということで早速いきたいと思います。ライブの感想をせっかくだからもらおうということで、よし、ネタバレなしでちょっといきたいなこれも。なるほど、思います。感想としてはいただくんですけども触れないドークと、それから P です。もう、はい、早速で募集していきたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。あれか、俺もそれモンスターじゃね。もういい、何だ。あれもない。あれじゃないじゃん。もういい。それことない。もういい。最後の撮影一本で撮っといないよ。俺のエナジー入れんなよ。ということで、募集したってことですか。持ってる。あ、そう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 。ずーっとあと分配は聞いてましたけど、募集したところ、半端だけ来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。すごいたくさん来ました。ありがてー。キーボーライブの感想募集と、はい、いうことで募集させていただいたところ、非常に多くの、うん、コメントをいただきましたので、発表していきたいので、はい、感想シェア会ですね。はい、共有するっていうのは大事ですよね。映画の感想とかも言いたいじゃん。いや、行ってこいよって話ですよ。行ってこいよ。うん、ということで、まず一つ目、早速ネタバレです。うーい。ここは全部、オール P です。いきます。聴けてよかった。本当にね、あの素晴らしい曲が満載でございまして。また嬉しいのがさ、うん、投稿者の人がさ、俺が、が好きなの分かっててくれたのよ。来ましたねってすぐ言ってくれて、すごっ、最高でした。続いてコーチが脱いだのを見て腰抜かしました。あー、脱いでたね。あー、これどうしたのコーチくん。そう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 。え、見てなかった。めっちゃ見てる。俺も一回のコーチくんが汗拭いたの、ここで汗拭いたの、腹の体見た瞬間ギャーっていう、すごかったよ。マリさんすごいじゃん。続いて、はい、初参戦でアリーナ席でステージからちょっと遠かったのですが、間近に拝見できて最高としか言えないです。おー、ペンライトガンガン振って幸せな時間でした。アリーナっていうだけでどれぐらいのテンション上がるんだろうね。自分がアリーナってどう思う、どれだけ素晴らしい価値なのかっていうのをさ、皆さんより分かってないよね。分かってないそのアリーナの凄さっていうのを、うん、だって俺らなんてさ、やっぱもうスタンドの方が後ろに人気使わないからいいやぐらいのテンションだったじゃん。そうだね、うん、みんなコメントだったからね。うん、本当に神席おめでとうございますってたくさんの方にコメントいただきましたが、本当に良かったですよ。じゃあ続いて、はい、バチバチで決めたストーンズがかっこよくて艶っぽくて良かったです。確か色気ブンブンだったよ。そうだね、すごい。多分全員のサービスショット見れたんじゃ。まあそうだね、うん、男でも何かを感じてしまったもんね。ジェシー君、俺正面で見た時顔小さいと思ったの。ジェシー君ってスタイルデビューしたもんな。ライブで見るジェシーさん激アツだなと思って。ああ強すぎる。ということで、まあ、続いてあの、はい、生トーンズはスタイルがいいと。ああ間違いないですよ。だからまずみんな顔ちっちゃいし、ちっちゃいね、スタイルいいし、ザ・トップアイドルって感じだったね。そして続いて、これは多分福岡ドーム公演に行かれた方です。男気カット北斗くん、保護案件、うるうるな瞳が可愛すぎました。保護案件、福岡ドーム公演、あの僕らの1個前の動画ですよね、うん、これ、うん、それこそ僕らじゃんけんのくだりやりましたけど、あれが実際にライブ公演行われまして、福岡ベイベイドームのドームがあの開閉できるんですって、上の天井が、うん、で開けるのに100万、閉めるのに100万で合計200万かかります。奥くんがこれ開けたら面白そうじゃねみたいな、で男気じゃんけんをみんなでやったところ、ホッくんが勝ってしまったと、はい、
男気で勝った時のあの表情は多分俺も今でも思う。そうだね。あんな顔するのみたいな。アイフルみたいな。アイフル出てくる犬みたいな。200万はね。でかすぎだろ。どうするアイフルだよな本当にね。マジで。続いていきます、はい。人生で初めて誕生日当日のライブ参戦。おお、出てた。とメンバーの誕生日祝う公演に参加できて最高にバイブス上げ。ああ。9日行った方ですね。おめでとうございます。はい、レアだよね。なかなかないですよ。アリーナトロッコ最前、推しのジェシーと他3人、ジュリー君、コシ君、北斗君も目の前でした。熱っ。アリーナトロッコ大丈夫これ。トロッコはまあでも演出としてはでもまあ基本的にライブあるか。ありがとうございます。さすがにさすがにね。いやあのね、トロッコは大丈夫。ここまで隠してる人もなかなかいない逆にね、多分ほぼみんな知ってんだよ。だってトロッコと花道はあるもん花道なんかどう考えたってアリーナでもあるしなかったら逆にね、うん、え、ないのみたいな逆にみたいな不安になるわステージだけ、ね、まあ、ということで、まあ、最善おめでとうございます。うん、続いてコーチの誕生日サプライズで会場が黄色一色になり、うーん、嬉し泣きそうなコーチの顔を見て私が泣きました。うわ素敵ですわこれ。すごいこれは。うん、その団結とかすごいよね。ファンの人とストーンズがこう一体になって、ね、そうだよね、ライブを作ってた感じでしたけど、でも黄色色ってすごいよね。続いていきます。はい、コーチからジェシタンに変わりそうです。おお、なるほどね。だからよっぽどのことがライブ中に起きたのでしょうか。まあでもそれがライブだよね。いや俺もそうだけど、本当にジュリ君のファンすげえって思っちゃったのやっぱり。うん、まあ、それはもちろんさ、見てるか見てないかでさ、たまたま運よく目合わないの問題だけどさ、なんか目合うとわって思っちゃうよね、ファンさもらえると。そりゃそうだ。普段絶対絡めるような人じゃないんだもん。目があったらもなったらもうよ、もうなっちゃいますよ。続いていきます。はい、キョンモが本当に楽しそうで幸せそうで、あの瞬間がキョンモタンの私の何よりのパワースポットに感じました。うん、それほど素敵空間でした。だってコーチも大興奮してたもんね、キョンモさんの最初のやっぱねここです。大興奮だったもんな。ここです。今回のレース何も言えないけどさ、パワースポットに感じるよね。元気出るしね。うん、続いてどの席でも楽しめるライブでした。腕が筋肉痛になるライブ。そうだよ。実際どうだったっていう俺らの。ああ。筋肉痛ね、なんなかった俺は。俺もね、なんない。足はパンパンだった。ああ。俺腰だな。ああ。もうシンプルに疲れる。老化ですね。確かに俺もずっとコアはやってたけど、なんなかったの。だって、いやいや、あなたたちは、元が違うから。今回、ようやくアリーナとスタンドに入りました。どこから見ても、そのかっこいいと。この方は2公演行かれてるっていうことですから。すごいですよ。どこから見ても楽しめるライブっていうのは間違いないです。続いていきます。はい、2月18日大阪のジェシー18禁でけしからんでした。僕ら大阪行ってないですから。これさ、ちょっと思ったんだけどさ、10公演全公演やってた人っていいのかな。いないよ。それはない。当たんなくても同行者とかさ。ああ、それはあるかも。それかまあチケットを定価で買ってみたいなのありえるよね。それはありえると思う。すごくないでも公演そんな行けるの。全然行くっしょ、なんだったらね。続いていきます。曲ネタバレいいなら。のラスサビ前の松村北斗パートに1K 台以上の価値があります。それだけでもあるよ。はい。続けるよ。そうですよ。で、最後1個いきます。はい。北ジェフィーバーエグかったです。北ジェフィーバーなんかあったのかな。ホックンの顔に近づけてさ。あー、はい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 。キスするみたいなぐらいの距離感の、あそこら辺じゃない。ちょっと配慮、皆さんもなんかいただきながらね、うん、コメントいただきまして、こんなにもたくさんの、さすがライブは熱い。はい、ありがとうございます。嬉しいです。すぎる。ネタバレありバージョンでまたやりたいね。あー、ゴリゴリね。ネタバレありバージョンでくださいと。やばいと思うよ。確かにたくさんあるよね。その時はパーティー開こうぜ。そうだね、パーティーしよう。 P 入れてもやっぱ分かりそうだよね。でも俺らより詳しいからさ、やっぱりもちろん、うん、でもしかしたらちょっと編集でね、そこがバレちゃったみたいなのだったら本当申し訳ないんですけど、俺らは分かんないでしょって言ってさ、みんな分かってたらさ全然同じレベルでチェックしちゃったもんだってP 入れてんのに燃えるって、もうこいつら何なんだよ頑張りましょう。はい、はい、まあ、ということで今回ですね、まあ、ライブの感想を皆さんからいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。またね、ちょっとネタバレありでもやりたいなと思いますので、うん、ぜひその時はインスタの方でですね、募集しますので、またコメントいただければと思います。それでは、この動画が良かったら面白かったなと思いますね。よろしくお願いします。はい。また次回でお会いしましょう。よし。ポケットの中から、キュンです。はい、オッケー。なんでやったんすか、キュン。これ、キュンです。ちょっと勘ぐっちゃうかもしれないよ、逆に。福岡公園で何かやったのかなみたいな。それすらもみんなセンシティブになっちゃってる。センシティブワード。ああ、もう終わりだ。帰るよ。